ね、ラジオネームパイングローブさんから来てますよ、はい、さて茨城からいつも楽しく聞いてるんです。沖縄の風感じてます。海の日、今日は5ヶ月の娘と2人で予定なしです、なので授乳しながらラジコタイム。茨城県の海も土曜日に海開きでした。茨城もね、30度超えて海に入りたくなりますね。うちから海は距離があるので父ちゃんがいないといけないですね。さて私、大学時代も内地に行ってたので沖縄に帰った時に琉大に行ってた友達に池江島に連れてってもらいました。10年以上前なんですが、海にほとんど人がいなくてみんなでワイワイしていたらあっという間に夕方に、海に太陽が沈んでいくところが見えて、海の色と太陽のオレンジが混ざってなんとも素敵な色に、とっても綺麗なオレンジになってきて、思わず言った一言思わず言った私の一言が、鮭みたい紅鮭友達が爆笑しました。友達が、鮭この美しい海で鮭はちょっとないよなって茶笑いでした。鮭ね、サーモンまだサーモンって言ってサーモンピンクねぐらいの方がまだ良かったね。鮭みたい、がっかりすごい最高だったのね。あれ以来綺麗な夕日見たことあれ以来の、あれ以上のってことか、綺麗な夕日見たことありません。マレーシアやインドネシア、シンガポールなどの海にも行ったことがありますが、沖縄の海がナンバーワンだと実感しています。この夕日、今では、今までで一番です。海も透明度がすごく綺麗だったし、海に入りながら夕日見ることもなかなかないからな。次はお盆あたりに沖縄に帰ります。娘に餌見せないとねって。今年は9月らしいですよ、新暦で言うと。ごめんなさい、もう鮭から一切話が入ってこない、本当に。しょうがないよ、もうね。全然入ってこなかった、はい、この人のせいで。鮭のベイベー、鮭のベイベー